ハンダゴテの一例ハンダゴテとは、ハンダ付けにおいて、ハンダ及び接合部分を加熱するために用いる工具。ニクロ無線ヒーターやセラミックヒーターを用いた電熱式の製品が大半であるが、電源のないところでも使用できるように、電池式のものやガスを燃焼させる製品もある。九百二十年代に電気式のコテが普及する以前は、ブリキやトタンをハンダ付けするために、 同性のコテを炭火やバーナーで熱して使用する方法が主流であった。21世紀の現在でも工芸用に使用されている。安価なニクロムヒーターと高価だが発熱が3倍ほど早いセラミックヒーターの2種類がある。上位製品には温度調節機能がある。ニクロムヒーターは目標温度に達しても消費電力は大して変化しないが、セラミックヒーターは 温度が上がるにつれ消費電力が急激に下がる性質がある。主にセラミックヒーターが使用されている。コードレス。電池の品質や残量に影響されやすい。発熱は早いものの一般的に AC 電源式より最大温度が低く小手先が細くて熱容量が少ない傾向にある。プラチナ触媒が使用されている。コードレス。 外気温や使用ガスの種類に影響されやすい。ガス放出量をコントロールして温度調節できる。ガス放出音があり、触媒から熱風が出る。AC 電源式のものは一般的に消費電力が約10ワットから500ワット程度である。LSI などの精密電子部品用には10から20ワット程度のものを電気配線用としては30から60ワット程度。 それ以上は主に金属工芸や板金加工に用いられる。熱により電子部品を傷めないよう温度調整機能がついたものもある。また、漏洩電流や静電気による電子部品の破壊を防ぐため、電源からの絶縁が特に考慮されていたり、設置線を設けたりしたものがある。炭素棒に高電流を流して加熱する。超音波振動子をコテ内に備えることにより、 対象の金属の酸化被膜を除去することができるため、酸化被膜のできやすいアルミニウムにも、ハンダ付けができる。また、金属のみならず、ガラスや太陽電池のような素材にも、ハンダ付けができる。小手先に使用されている、材料安価である。耐食性が低く、定期的なやすりかけが必要。ごく一部の製品に使用されている。亜鉛の割合によって異なるが、一般的にどうより、 熱伝導率が低く、耐食性も大差がない。銅より熱伝導率が低いが耐食性が高い。ニッケルメッキより少し熱伝導率が悪く効果だが耐食性が高い。小手先の側面にもクロムメッキやアルミ用車を行っていることが多い。発光や太陽電気産業は耐久性が銅小手先の10倍から20倍と称している。小手先の形状ペン型。 ナイフ型、先曲がり型、IC を覆ってしまう形状など、様々である。電気配線用の小手先は、プリント基板などの微小な接合部分に合わせて、先端を細く作られたものが多い。大型のハンダ小手の先端は安価な銅製が多く、電気配線用のハンダ小手の先端は、耐食性のメッキを施されたものが多い。 同性の小手先が酸化やハンダ中に含まれる素図との反応によって腐食した場合、ハンダと馴染みが悪くなり、対象物への接触性も失われ十分な加熱ができなくなるため、ヤスリで削り、先端を再度成形し、機能を回復させる。耐食性の小手先が汚れた場合は、コテを加熱した状態にして、水で湿らせた専用のクリーニングスポンジ、または、 クリーニングワイヤーにこすりつけ、酸化したハンダや屋根を取り除く。耐食性のある小手先をヤスリがけすると、表面加工が失われてしまうため、好ましくない。また、家庭用と称するハンダゴ手は安価な銅製の小手先が多い。なお、かつての炭火中で熱する銅製ゴ手は、炭火の還元雰囲気によって、表面の酸化皮膜が取り除かれ、良好な表面を保つことができた。 コテ台の一例ハンダゴテは、しばしばハンダゴテを乗せるコテ台と共に使用される。ワイヤーを使った簡素で携帯性に優れたものから、大型で安定性のある、え置き型まで様々である。クリーニング用スポンジが付属しているものが多い。ハンダゴテを保持する。コテの加熱を抑制する。ヒートシンクとして機能する。誤った持ち方ハンダゴテは、金属部分が、 ヒーターで熱せられるため、誤って手などに触れると火傷をする恐れがある。このため、ハンダ付け中は必ず柄の部分を持つ。インターネット上には、金属部分を持ってハンダ付け作業を行う様子を、撮影した画像が散見されるが、これは誤りである。ありがとうございます。